渡辺監督代行、打線はコロコロ変えたくない。渡辺久信監督代行は負けというのはこちらの責任。なんとか勝つゲームをと毎日望んでいるんですけど、なかなか。勝ちたいという気持ちはすごく出たゲームだったと思うが、こっちのペースで試合が進められないという現状がある。打線が何かをきっかけに序盤からいい形で攻撃できれば、またチームも変わってくる。なんとか明日頑張りたいと悔しさをにじませて声を絞り出した。打線もコロコロ変えたくないんですけど、ただやっぱり機能していない。ベテラン頑張っていると思うので、若手の奮起、思い切ってやってほしいと語り、連敗ストップに向けた対策を練っていく。グロ注意。じゃあ松井を首にする必要はなかったのでは？ハムもいろいろやって立て直しに3年かかっとるし、捨てる年は2軍戦力を試ししたらええねん。試す戦力がないんだな。2軍野手も限界まで育成出さないと試合回せないのくさ。この前中止したからな、人足りなくて。やっと気づいたか。奥村スタメンは誰が見てもあかんやろ。あんなんダイソーレベルやで。元山使ってる意味わからんし、奥村に何を期待してるのかわからんわ。育成出身野手とか伸びしろないのに3人もスタメンはまずいですよ。トレード期限までまだあるんだからトレードしてもらいなよ。この5人を呼んで懲罰交代なんかしとったら若手は萎縮して伸びんわ。ご視聴ありがとうございました。